はい、レオンチャンネルです。12月に入りましたので、今月レビューする予定のデラックス玩具と食玩とガシャポンをカレンダーを見ながら確認していきます。ではデラックス玩具から。まず4日の木曜日に仮面ライダーサモンライド関連でゲームで使えるライダーフィギュアとチップが2個ワンセットになってて、こんな組み合わせとかこんな組み合わせもあります。とりあえずはディケイドは買おうかなと思ってますけど、一応定価は1728円で、まあそんなに安くもないです。6日土曜日にはドライブの新武器のデラックスドア銃とタイヤ交換シリーズのタイプテクニック、早くも玩具化ですね。でさらにシフトカーセットの04、おそらくテクニック系のシフトカーになってて、でライダーヒーローシリーズのソフビタイプテクニックも出ます。次の週の13日の土曜日にはドライブの映画関連のデラックスシフトフルーツ&ドライブロックシード、これが出ます。ロックシードの新作もちゃんと出してくれるんですね。そしてシフトカーが大変なことになってます。さらに次の週の20日、20日はあでもないですね、発売ゼロ。12月の最後の土曜日は27日、これが結構出ますね。まずはネクスエッジスタイルのマジンカイザーが出るのと、フィギュアーズの ZO も出ます。ドライブからはタイヤ交換シリーズのマシンチェイサー、おおこれはちゃんと武装パーツがついててかっこいいっぽいですね。あ、後ろにタイヤがつくんですね。あーなるほど。あとは映画関連のタイヤ交換 SP、 おおこれもすごいですね。仮面ライダードライブタイプフルーツ、しかもこれはタイヤパーツだけじゃなくて本体もつくんですね。あーすごい。でそれに合わせてアームズチェンジの新作が出るんですよ。 ACSP 仮面ライダーガイムドライブアームズ、これも完全新作で頭の飾りが新規造形になってて、ガイム用にドア銃とハンドル剣もつきます。このアームズもすごいですね。一般販売のアームズチェンジの新作は相当嬉しいです。さらにライダーヒーローシリーズの EX としてプロトドライブ、こんなのも出ます。あとカレンダーには載ってないんですけど、13日にこれが出ますね、 LBX のシャドウルシファーです。いやもうこれは超絶楽しみです。なぜかプラモ化されてなかったんですよね。これは速攻作ります。デラックスはそんなところで、12月の最終週が大盛り上がりですね。次は食玩、すでにレビュー済みですけどファイティングアクションロボの特急レインボーとソフビヒーローのドライブ系で、さらに66アクションの仮面ライダー4、こんなのも12月2日に出てます。もちろんこれも買ってますから後日アップします。12月15、食玩シフトカー3、今回はワイルドとかなんか新しいのもありますし、デラックス版とは全然違うバイラルコアもあります。16日にはガンダムコンバーチの17、これはターン A とターン X が入りますので、この2つは買います。サモンライドの食玩バージョン、サモンライドはいろんな形で攻めますね、このようなラインナップで。妖怪ウォッチのウキペディウェアハースの4、これも出ますし、23日にはラブライブウェアハース2が出ますね。うん、これはいいパッケージですよそしてやっとですね、ドライブの食玩のアクションフィギュア、今年は出るのがすごい遅いですよね。はい、ドライブのタイプスピードとワイルド、テクニック、そしてマシンチェイサー、いきなりもうオールスターのラインナップです。で30日には66アクションのドラゴンボールバージョンが出ます。悟空とベジータ、それとトランクスとご飯ですかね。妖怪ウォッチの不思議アイテムズの2も出ます。今回は妖怪パッドとかゼロ式があるんですね。発売日は載ってないんですけど、中旬にドライブキット、これはかなり大事な商品ですから発売日を確定してほしいですね。で下旬にはキャラデコクリスマスもダダッと発売されるんですが、キャラデコ系のレビューの予定はないですね。では最後はガシャポン、上旬は仮面ライダーサモンライド、これはチップのガシャポンで1個300円でこのような感じ。もうこれもゲームを持ってないと楽しめないですよね。中旬には妖怪ウォッチの妖怪プレートマスコットの新作と仮面ライダードライブのガシャポンシフトカー04、ディメンションキャブプラスバイラルコア、これがダダッといるんですけど、なんか食玩に続いてガシャポン版も
デラックスとは全然イメージが違いますね。そしてクリアバージョンが超かっこいいです。欲しいですね。さらにガシャポン戦士ネクスト24、今回はターン A に月光町にターン X、 さらに G セルフ GRK もいますね。これもやります。で、妖怪ウォッチのメダル第6弾、今回は必殺技スペシャルで、今までに見たことないような必殺技がもう目白押しですね。ほぼ全部新作のような気がします。あー、これはすごい。中旬はそんなところで、下旬は妖怪ウォッチの召喚ライトマスコット、あー、また新しいのが出ますね。さらに妖怪ウォッチの超立体妖怪大辞典の02、うん、早くも02、このシリーズはいいですからね。あとはドライブのダイキャストミニカー、お、これはすごそう。おー、シフトカーの超合金バージョン、あー、でも1回500円、あー、サイズは小さいんですかね。さらになりきりシリーズの第2弾、今回はハンドル剣とかドア銃とかブレイクガンナーとかいいのばっかりです。さらにさらにたくさん出ますね。手順妖怪ウォッチのなりきり妖怪ウォッチ、こんなのが出るのと、ドライブのガシャポンシフトカー05、シフトテクニックにローリングラビティ、こんな感じです。ガシャポンは以上ですね。はい、ということで12月のレビュー予定カレンダーを確認しました。ドライブは映画もやりますから、結構デラックスガンが出るんですけど、特急ジャーはもう打ち止めですね。ただ今日はプレ版からデラックスクライナロボが届きますし、他にはアーツの仮面ライダーデュークとか四つもヘグにも到着しますね。食玩もガシャポンもかなり多いですから、今月もレビュー動画は盛り上がりそうですね。以上、レオンチャンネルの12月のレビュー予定カレンダーでした。